ウィリアム・ジェームズ・サーホフは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、ブロンクス区出身の元プロ野球選手。右ト左だ。父のディック・サーホフは、元 NBA 選手。2歳上の実刑ディック・サーホフは元メジャーリーガー。老いのブライアン・モラン、コリン・モランの兄弟もプロ野球選手である。1982年の MLB ドラフト5巡目で、 地元ニューヨークヤンキースから指名を受けるが契約せず、ノースカロライナ大学チャペルヒル校に進学した。1984年には、第13回日米大学野球選手権に出場、さらに、ロサンゼルスオリンピックにアメリカ代表として出場し、銀メダルを獲得した。1985年の MLB ドラフト一巡目で、ミルウォーキーブルワーズから指名され、 プロ入り。保守としてプレーし、同年 A 級ベロイトブルワーズで打率。332、1986年はトリプル A 級バンクーバーカナディアンズで打率。308を記録した。1987年は開幕メジャー入りを果たし、4月8日のボストンレッドソックス戦でデビュー。同年は115試合に出場して打率。299、7本類打。 68打点、11盗塁を記録した。翌1988年には打率、245、5本塁打、38打点だが、21盗塁と保守にしては快速ぶりを発揮。打撃を生かして徐々に保守以外でのポジションでの出場が増え、1993年以後は三塁手、後に外野手に転向。1995年に打率。 320を記録し、初の2桁本塁打を記録。シーズン終了後に優勝できるチームを希望し、ボルチモアオリオールズへ3年契約で FA で移籍。以後は保守としての出場はなかった。1996年には143試合に出場して打率。292、21本塁打、82打点の成績を残し、1998年オフに、 日米野球で来日。3年契約を満了し、12月に4年総額1850万ドルで契約延長。1999年は開幕直後に、ウィル・クラークに代わり3番打者として起用され、初のオールスター選出を果たす。全162試合に出場し、球団史上最多のシーズン673打数で207、アンダー104得点。 28本類打107打点打率308との気並み自己最高の記録2000年シーズン途中の7月31日にアトランタブレーブスへトレードで移籍するがこの頃から成績が下降し2002年には25試合の出場に終わった2003年にオリオールズに復帰し3シーズンプレーして2005年限りで現役を引退した 2007年にオリオールズの殿堂入りを果たした。ありがとうございます。